これ使えばひょっとしたら25両いけるんじゃないかなっていう。これはね、ほんと遅いんですよ、結構。あれ、あ、壊れてた。い、直さないとまずいですね。次回はこちらのトーマスさんの修理、ちょっとチャレンジしてみたいと思います。こんにちは、ジョージ石原です。今回は、こちらでございます。こちらの、壊れたトーマスさんを修理してみたいと思います。はい、では、早速修理していきます。はい、では、分解していきます。でですね、その前にちょっとどういう症状かと言いますとですね、今電源入れてないんですけど、もうすでに引っかかっちゃうんですよね。スイッチがオフの状態だったら普通手転がしができるんですけど、ひょっとしたら何か異物が入ってるのかなと思っているんですが、なので、早速、バラしてみます。はい、ではこのギアボックスを外していきます。いいんでしょうか。よいしょ。このネジ2本で多分止まってると思うんですが、はい、んではないですね。ここもですね。はい、こうはまってたみたいですね。はいはいはい、とりあえずここのネジを外していきます。うん、多分そうだと思います。はい、よいしょ。はい、いきます。あ、簡単に外れますね。はい、中はこうなってます。特に何か噛み込んでるような様子はないんですが、とりあえずですね、ギア全部外してみます。特に何かが噛み込んでたっていう感じないんですよね。別にモーターの幅欠けてる感じもないですよね。特にギアが欠けてる様子もなさそうですね。こちらのギアも特に、あ、なんか当たった形跡あります、ね、これも特にそうですね。でも歯が欠けてるとかも別にないんで、ないですよね。原因がわからないですね。何か噛み込んでた気配はないんですけどね。はい、ではですね、こちらのミニ四駆のですね、ウリスをつけてみたいと思います。はい、あー、でもなんか砂利が、あ、砂利とかありますね。そっか、これ一回外で走らせたことあるんですよね。公園で走らせたことがあるので、はい、中もちょっと掃除してみました。はい、ではですね、ギアにグリスをつけて踏んでみたいと思います。どうでしたっけ。いや、そもそもどう組んでありましたっけ、これ。やばいなぁ。忘れちゃいましたね。合ってないですよね、ギアが。やっぱり合ってない。違う、これ絶対違う。こうなんじゃないですか。やった、こうだ。逆だった。まあ、こんな感じですね。これが正解だと思います。はい、あー、いいですね。行きましたね。暑い。すごい汗です。好き、ん、回すのは結構好きなんですけど。あはははは、つけ忘れた。ちょっと緩めればいけますよね、きっと。は、入りました。はい、なんとか組み立てることができました。はい、かなり苦戦しましたけどね。はい、まあ、グリースアップしただけでとりあえずは、戻ったみたいです。多分ですね、以前にですね、外で、うちの息子と発射したことがあったんですけど、その時に石が噛んでたんじゃないですかね。
グリスを掃除してたら、あの小さな石は確かに入ってたんで、ひょっとしたらそれが歯に噛み込んで、うん、カッコついてたのかもしれません。で掃除して、グリスアップし直したらこうですね。はい、かなりスムーズに回るようになりました。はい、ではせっかくなんでちょっと走らせてみたいと思います。はい、はい、では、走らせてみます。スムーズに走ってますね。いい感じですね。特にあのカクついてる様子もなさそうです。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと思ったんですけど、分解するときはですね、あの特にギアボックスってちょっと中どう入ってたのかわからなくなったりするんで、スマートフォンかなんかでパチッとね写真撮ってたら、うん、それ見ればと組み立てられると思いますんで、そちらの方がいいですね。はい、私みたいに適当にこうバラしちゃったら、覚えれる人はいいんですけど、私ちょっとね頭あんまり良くないので覚えられないのでああなっちゃいますね。これ私あの分解して組み立てるのに1時間以上かかってます。はい、あのもしですね、あの自信ない方はですね、あのスマホで写真撮ることをお勧めします。はい、あとですね、あのチャンネル登録、おすすめない方は、もしよろしければ画面右下にある登録ボタンよりよろしくお願いします。スマートフォン、タブレットの方はあの動画下にある登録ボタンよりチャンネル登録よろしくお願いします。今回はトーマスさんが動かなくなったので、ギアボックスを分解して修理してみましたでした。はい、ありがとうございました。